ポチッとな。まずはここの塗装とここの塗装で、ここの塗装とここの塗装をします。まずはですね、洗車をしてから削る部分ですね、塗る部分にマスキングテープを、ダイソーさんのマスキングテープを必要なところに貼ります。そしてですね、まずはですね、240番の耐水テープ、耐水サンドペーパー、ダイソーさんであります。240、400、800、1200、2000とあります。でこれが2枚ずつ入ってますので、まず一番粗い、240番を水につけてこすります。これで大体きれいにこすれ、段差がなくなっちゃうんですけども、またさらにですね、気になる方はですね、もうあとこれで大体サビは落ちてしまいますので、で次はですね、またさらに粗い細かい、400番ですね、400番を水に浸してと同じようにですね、こうもう音がね、もうだ違います。ザラザラ言わなくなります。スルスルね、塗装したいところにですね、ちょっと場所を変えて、あとは今度はですね、一気に2000番まで飛んじゃいましょうかね。相当細かい。これでですね、ほぼ、段差がなくなって。手で触るとですね、ツルツルですんでね、気になるところだけちょっと、あとはこんな感じですかね。よし。で、あとはよく綺麗なタオルですね、とか水気を取ります。まずですね、バンパーはプラスチック用のプライマーをまず塗ります。で、ボディの方はですね、こちらの方はどこでもまあ塗れるというタイプですね、ホルツさんのやつを塗ります。その後ボディの色を塗ってきます。そしてその後最後に仕上げでクリアペイントをかけて、それでまた今度は
コンパウンドですね。コンパウンドで仕上げてきます。そのような手順でやっていきます。まずはバンパーのプライマーからですね。プラスチック用のプライマーをまず本当にですね、余分なところを塗ってしまわないように、こういうなんか防ぐものお盆みたいなのでやるといいと思います。最初にね、こんな感じですかね。有機溶剤ですんでね、結構匂います。こんな感じですね。あと乾かしますね。また次はボディの方ですね。ボディの方のプライマーですね。もうちょっと色がついてますね。こんな感じですかね。こっち側プライマーをかけないとですね、やっぱり塗料の付きは良くないと思いますので、この辺はね、ちょっと有機溶剤ですんでね、角に吸い込むとこんな感じですかね。はい、これからこの純正色を塗っていくんですけども、このスプレーがですね、結構威力があると思うので、このマスキングの範囲だけではちょっと物足りないと思いますので、ちょっとはみ出るといけないので、ちょっとマスキングをですね、ちょっと余分に持ってきます。新聞紙かなんかね、でカバーするのが一番いいのかもしれないですけど、意外にですね、なんか出たところは、まあ後でコンパウンドで磨きますので、塗らなくていいところは、まあ、塗らない方がいいと思いますので、よし、こんな感じですかね。はい、それではですね、メーカーさんが間違えて中身入れてくるってことないと思うんですけど、まあ、万が一ってことがありますので、とりあえず
同じ色ですね。はい、これです。それではまずバンパーからいきましょうかね。でプライマーはですね、30分ぐらい乾かしました。完全に乾いてるんですね。乾いてますので、この上からですね塗っていきたいと思います。どのくらいだ、縦に出るんですね、これね。ということは縦に出る、横か、横いってきます。すごい有機溶剤の匂いが、もう一度で塗り切っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、念のため何回かに分けてやった方がいいと思うので、プライマーの色がちょっと消えるぐらいまでがいいですかね。何回かに分けて塗らないと多分埋まらないですね。あんまり近づけすぎてもですね、ダマになってしまうとね、元も子もないので、多少距離を置いて、今日は台風の影響でですね、風が強いんですよね。確かにね、ちょっとタイヤについちゃったけど、まあこれは何個でもなりますので、こんな感じですね。ちょっと乾かします。今度はですね、これをですね、向きをなんか変えることができるということで、こっちか、よいしょ、よいしょ、すると横向きになるそうです。で、行ってきます。風がちょっと収まる。横に吹いたので、今度は縦にします。それでですね、また15分から20分ぐらいですね、乾燥させます。はい、今度はですね、ノズルの位置をまた元に戻します。そして縦方向で塗れるようにします。よいしょ、どうしたかな、つまみがあるんで。で、今度は縦に塗れますので、
はい、今度はですね、仕上げにですね、クリアペイントを塗っていきたいと思います。これもですね、縦と横の切り替えができますので、3回に分けて塗っていきたいと思います。薄めにですね、数回に分けて塗るといいということですね。はい、またですね、15分、20分経ちましたんで、クリアペイントのですね、2回目やっていきたいと思います。今度はこのノズルを横向きにして、横広がりで出ますんで、薄く。それではですね、塗装関係は終わりましたので、マスキングテープをね、剥がしていきたいと思います。マスキングテープを外しましたので、あとね、余分に塗装が塗られているところがありますので、これを慣らしていきたいと思います。まずは2000番の1ビットで
感じからですかね。もっとよりやりにくいな。排水ペーパーで流していきます。マスキングテープが残ってる。あ、それでか。なんかゴワゴワしてるなと思ったら、削りすぎないようにゴンシュッとシュッと、うまく塗れなかったみたいな。
これでですね、コンパウンドで磨いていきたいと思います。たっぷりつけて、こんな感じで今日はですね、まあ、簡易的にですね塗装をしました。まあ、新車の色と時の色と色違いますけども、まあこのぐらいで我慢できるところ範囲内ですので、それで良しとしたいと思います。